皆さんこんにちは。さて前回はですね、新千歳空港までの移動シーンを見ていただいたんですが、今回はその新千歳空港から成田空港、成田空港から、電車でホテルまでっていうその移動シーンになります。まあ後半の動画ですね。はい、まあね、成田空港今回僕初めてね行く場所なのでね、どんな風になってるのかちょっと楽しみですね。そしてね、当然東京なのでね、稚内との気温差とかも結構激しいですし、あと風景ですね、そういったところもね、ちょっといろいろ話していきたいかなと思っています。それじゃあね、成田空港までパッと行っちゃいましょうか。どうぞ。はい、飛行機に乗り込みました。ご覧のようにですね、機内は非常にね、狭いですね。ちょうど僕のね、手のひらが2つ分入るかどうかくらいの足場しかありません。で、机とかね、こういったものも非常に最小限という感じで、もう取ってつけた感がありますね。窓もね、そんなに広くはないのでね、ちょっとね、外の撮影とかは難しそうです。
やむを得ず急ブレーキをかけることがございますので、走行中は十分ご注意ください。 We will now depart. Passengers who are standing, please hold on to a nearby handrail or overhead strap. Safe driving is our motto. However, due to unforeseen traffic development, this bus may be forced to brake suddenly, so please be carefulなんとかね、成田空港に到着、はい、しました。いやーなんかすごいな、ここ。かっこいいっすよね。こう夜になんか工場地帯がなんか広がってみたいで。成田かっこいいの、空港かっこいいっすよね。うん。そしてね、今この金網なんで外の、外気なんですけど、まずね、着いた瞬間思ったのが、暑い。気温がね、今外気温が14度あるのかな。14度もあるから、ほんとね、もうあれですね。ほら、今朝かな、マイナス何度の場所から、来たんで、あれですね。ほんと、暑い。うん。すごいな、ほんと。もう全然、ね、違う世界に来たみたい。いや、てか違う国か。同じ国内で直線距離からするとね、稚内からこっちで1500、600キロ。なのかな、うん、ですけども、これだけ温度差あるんだね。はい、さてさて、次は鉄道って書いてるんで、電車に乗って東京のところまで行きますかね。次はね、電車に乗っての移動です。これスカイライナーってやつなのかな。それに乗ってね、高砂っていうところで一回乗り換えすればもうホテルはね、目前とのことです。あ、この辺からはちょっともうね、動画撮れないと思うんで、あとはもうホテルでね、ちょっと最後今日の、締めなんか言ってみましょうか。はい、はー、やっとよいしょっと、はい、なんとかねホテルの方に、チェックインしてね、あー、ようやく着いた。結構今回はね、動画全体があれですかね、まあ、あっち行ったりで、こっち行ったりして、まあ、ちぐはぐな感じになっちゃいましたけどね、なんとかね、ホテルに着きました。特にね、成田空港からね、電車に乗り継いで、高砂からね、乗り換えとかがちょっとね、わかりづらくてね、結構ね、往生しましたがね、まあ、なんとかかんとか。はい、ホテルに到着してね、今一息入れたところです。今回のね、移動は本当にね、長かった。特にやっぱりそのバスですね、バスの移動がね、今回は本当に全体の中のなんか半分以上はもうひたすらバスに揺られたっていう、まあ、そんな感じだったんですよね。バスがね、こう思ったよりかも乗り心地的にはちょっとんっていうところがね、まあ、あったのが少し残念かなと思ったのと、あとさっきもね、動画の中でも言いましたけど、キーンっていう高周波がずっと耳元で鳴り続けるっていうね、それが辛かったな。うん。で、まあ、新千歳空港からね、ピーチで、まあ、成田まで行ったんですけど、飛行機はね、まあ、結構快適でした。皆さんもこの映像を見てくれたと思うんですけどね、今回ね、それなりになんていうんですかね、オズモアクションとか、こう、貼り付ける位置とかをね、こだわったりしてね、結構クリアにね、撮れたんじゃないかなと思ってます。僕もね、プレビューしか見てないんで、なんとも言えないんですけども、結構ね、あれは綺麗にね、撮れたと、はい、思っています。うん。で、そうですね、成田空港ね、降りた、時ですか、やっぱ一番感じたのがね、まあ、動画の中でも同じこと言ってたんですけど、気温が違いましたね。うん、そもそもそのマイナス7度8度の、ね、世界からいきなり10何度の世界なんで、最初すごい、わ、これちょっ
となんかムワッとするなっていう感じで、少し暑いかなと思ったんですけど、ちょっと歩いていくうちにね、まあだんだん冷えてきたんで、まあまあジャケット着ましたけど、ね、全然違いますよね。で、やっぱ建物とか、あと照明ですよね、そう。やっぱ人がたくさんね、生活してるんでね、その分、まあたくさんね、街灯だとか、まあビールのね、光とか、駐車場の光とかっていうのはね、確かに、まああるんですけど、ほんとね、夜がね、昼間のような感じでね、見えました。まあ、稚内とかだったらやっぱもう夜のね、7時、8時ってなると真っ暗になっちゃうじゃないですか。それと比べてね、ほんとにね、もうなんだろう。夜がないっていうのが、まあ、不夜城みたいな感じのね、景色だったんです。なんかね、そうだな、僕はやっぱああいった光景見るのが好きなんでしょうね、きっとね。なんかその、夜のこういう東京ってなんかテンション上がりますね。これ僕だけなのかな。なんかね、あの夜のね、こうオレンジの街灯とかがね、こう出たビルのあの隙間とかね、ああいったのがなんかすごいね、うわ、撮りたいっていうふうにね、思いましたね。で、そう、さっきもね、言いましたけど、動画を撮りたいっていう欲求がすごく今ね、高いです。はい。今までにないくらいにね、もう、本当にね、カメラ持って外に出たいっていう気持ちがね、今すごい、僕の中で強いんで、まあ、明日からね、本格的に動画、撮っていきますけど、まあまあ、あんまりね、こう、肩肘張らずに、ラフな感じでね、動画は、はい、撮っていきます。さて、今日はね、もう本当に遅いんでね、このまま、シャワーでも入ってね、まあ、ゆっくり休んで明日に備えたいかと思っています。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆様の何かの参考になれれば幸いです。で、今後もですね、東京の動画どんどん出していきますのでね、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。